山の芋属ディスクオリアエルは山の芋科の植物群の一つ。この群の中で最大のもので、日本に産する唯一の群でもある。私有一種の鶴生で地下に芋を持つものが多い。山の芋など食用の種もあるが、有毒のものもある。鶴生の多年生草本。地下に多肉質の根茎があるが、持たないものもある。茎は鶴生で巻き方は様々。 いずれにせよ茎が、螺旋に巻いて多物に絡んで登る。茎は分子し、また量や翼がある。葉は五生、あるいは耐性に出る。葉心は、単葉で円が滑らかなもの、その円が手のひら状に浅く裂け、あるいは深く裂けるもの、あるいは3から7個の小葉に分かれた手のひら状の服用をしている。単葉のものではその規部は、凹んで心形となるものが多いが、 楕円型になっているものもある。葉脈シュたる脈は、手のひら状に出て湾曲して伸びて、先端で収束し、手のひら状に伸びる脈の間を連絡する、小さな毛状の脈がある。傭兵は長くてねじれる。花は、葉液から出て、単独に生じるか水状、塩水状などのなどの果樹を作り、果樹の枝は直立する、もの、斜めに伸びるもの、垂れ下がるものなどがある。 花は単性で小さくて白から黄緑色をしており、柄はあるものとないものがある。花皮片は6個あり、筆型から広大型で平らに開くものも開かないものもある。尾花では、おしべはそれぞれ離れているものが多いが、互いに融合して中状となっているものもある。雌花では、脂肪は3室で、それぞれに2個の廃肢を含む。果実は、果てで、 三つの翼がある。この翼の部分に種子が含まれており、放せれっする。種子は扁平で、その周囲を薄く伸びた翼に包まれているが、片側のみのものや全く持たないものもある。山のイモカには、世界で山賊630種ほどがあるが、そのほとんど全部が、本賊のものである。世界の熱帯から亜熱帯地域にかけ、約630種が知られ、 特に熱帯アメリカで種が多い。日本では以下のような種が知られている。この属の植物には、陶器や寒器など生育に適さない時期に地上部を枯らせ、地下の海景で過ごすものが多くあり、それが食用として利用されるものも数多い。それらは、いわゆるヤムイモと呼ばれるもので、種としては15種ほどとされる。それらについては該当の記事を参照されたい。ただし有毒種もあり、 日本では、カエデの頃などがそれにあたるが、それらの根底を食用種と間違えて中毒する事例も知られる。他方で、そのような有毒種も適切に処理すれば、食用となることも知られる。また山の芋や、ニガカウなど、地上系の傭兵のところに無カゴを生じるものもあり、食用種のそれはやはり食べられる。カシュ州芋などはむしろ無カゴが大きいのでそれを目的に、 栽培されたものである。特殊な例として、琉球列島の染め物芋は、染色に利用された。少数ながら干渉用とされる種もある。南アフリカ産の D エリファンティッピスは、海景が地表に露出し、その表面が亀甲状になるのが目を引き、亀甲竜とも呼ばれ、多肉植物の一つとして栽培される。以下、種として、大橋ほか P148 大橋ほか P148 大橋保果編、P148 から150寺内、P261 高林編長 P533、ありがとうございます。